オーラよ、俺に分からせてくれ。ホーミーズ。はい、どうもホーミーズのルカと千葉真です。よろしくお願いします。まあ、僕はアイドルだと欅坂46が好きなんですね。その欅坂46をね、ルカ君は全然知らないんですよ。メンバーが全然知らないでしょ。知らない。曲でなんか知ってる？てててるててててるってやつ。あ、不協和音。不協和音。不協和音は分かる。その程度なんですよ、皆さん。ということで、今回用意した企画、欅坂46のメンバーの中に、偽メンバーが混じっていても、ルカは気づかない説。長いけどね。国民的アイドルだからね。さすがにいけるでしょ。だって、テレビに出てて有名な人だよ。そうなんだよね。そりゃもうなんかさ、培ってきたものが違うから。確かに確かに。さすがにね、はい、見破れると思うよ。自信ありますね。そりゃあるよ。今回12枚の写真を用意しました。おお、はい、はい、でその中の何名かが欅坂メンバーで、何名かがそれ以外の方です。あ、人数は分からない、うん、ああじゃあ全員違うってことも、全員違うってことももちろんありえますね。半分の6問以上、待て、6問ちょっと簡単すぎかも。いや、6問にしよう。いや、8問にします。正解できなかったルカには罰ゲームございます。罰ゲーム、はい、罰ゲームはなんと次回の動画の発言の語尾に僕は嫌だをつけていただきたいと思います。やってやろうじゃねえか。それでは検証スタート。さあ、ということで1問目の方、この方ですね。さあ、この方はむずい。本当にむずい、これ一問目から。これ以外のなんか情報はないんですか？これ以外の情報はないです。もう見た目だけで判断して、見た目だけで判断して。オーラよ、俺に分からせてくれ。この人は欅坂46です。正解。普通に嬉しい。1問目のテンションめっちゃ怖い。これ本当に言わなきゃいけない。平手友梨奈さん、あ、僕は嫌だを言ってる人ですよ、まさに。こんな感じでやっていきますね。はい、では次第2問いかせていただきます。デデン。さあ、この方、いそう、ワンちゃんを抱っこしておりますけれども、いそうっていうのは本当に痛ましづらいじゃないですか。確かに。マジか。でもね、うわ、この人は、はい、欅坂46ではありません。ではありません。不正解。立派なメンバーでございます。この方、石森にじかさん、宮城県出身でございます。僕たち宮城県産 YouTuber 当てられないのは。第3問デデン。さあ、この方は、待って、むずくね。オーラを感じ取って、この人は、はい、欅坂46ではありません。不正解。メンバーでございます。小池美奈美さん。いや、やばい、やばい、もうやばくない？やばい。エデン。これはもうね、この方、これフィーリングでございます。フィーリング、はい。この方は欅坂46ではございません。ではございません。はい、正解。こちらの方、桃月なし子さん、日本のコスプレイヤー、グラビアモデル、さらに看護師。エデン。僕は嫌だって言いそうかな。いや、みんな言ってるわけじゃない。みんな言ってる、はい。この方は欅坂46ではございません。不正解。やってんな。長澤奈々子ちゃん。なんで6問でダメっすかね。先輩もお願いしますよ。で7問にしましょうか。あざっす。次いきましょう。さあ、この方。今までとタイプ違うじゃん。あ、確かに、ね、今までさ、たどりな感じが、ね、たどりになってるから、はいはいはい、もういきますよ、はい、これは欅坂46ではありません。ではありません。はい、正解。さすがにこの方なんと、はい、タイの男性でございます。あ、だからか。男の人。そうなんですよ、この方でございます。シャワーを。あ、わかりました、わかりました。はい、はい、後ろになんか人がいるんですよね。はい、この人もしかしたら男の人じゃないかと。おお。で、もしアイドルグループが男の人を写真を載せるかと、はいはい、なるほど。これ名推理じゃないですか。名推理出ました。この方は欅坂46ではございません。不正解です。はい、この方、守屋茜さん。これはですね、
あのメンバーの菅井優香ちゃんと写ってるのの、髪がたま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 、うわやられたこれ。さあ次の問題いきましょう。停電、さあこの方またタイプなんか違うな。そうですね、わかりました。はい、分かったよ。占いみたいな感じ取りました。感じ取りました。この方は、はい、欅坂46ではございません。ではございません。正解。よかったおめでとう。よかった本当によかった。こちらの方はですね、本当によかった。川村ゆかさん、著作権フリーモデルとして。おー、それでは次の問題いきましょう。さあ、いやー、わかんねー、制服着ておりますが、わかんねー。でもなんか欅坂ってこういうの着てるような、あー、はいはい、気がすんで。おお、この方は、はい、欅坂46のメンバーです。正解。落ち込むなって。だってこの方は YouTuber のゆきりんさんだから俺さ、もっと女の人を見ていかないとダメだね。そうだね。残り3問を全て正解できればクリアです。それでは次の問題いきましょう。ドン。さあこの方、なんか欅坂のメンバーって、うん、やっぱそのセンターの単発だった、はいはいはい、からかな。ショートの子がなんかすごい欅坂っていう印象が強いんで。なるほど。この方は、はい、欅坂46のメンバーです。正解。おめでとう。こちら小田奈々さんですね。いきましょう。でん。いやわかんねえ、本当にわかんねえ頑張って。マジでわかんない。すげえ顔整ってんな。そうだね。この方は、はい、欅坂46のメンバーです。正解。おーおーおー、よかった。すげー、すごい。奇跡。どの辺からそれを受け取った。いや、シンプルにちょっとタイプだった。おお、なるほど。タイプイコールかわいいイコールアイドル。なるほど。だからサブミズホさん、ちなみに身長が171cm くらいです。おー、次の問題正解すれば僕は嫌な回数。うわ、それでは最終問題こちらです。いや、これ多分難問うわ、一番難問だね。難問だよね。握手しようぜ。でも、分かった。分かりました。分かりました。はい、この方は、はい、欅坂46のメンバーではございません。その通り、俺です。